はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。正明様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録よろしくです。コロン太郎に訴えられました。届いた方もちらほらいらっしゃる。よかったら Amazon レビュー書いてください。Amazon で買われた方ね、 Amazon で2回目の品切れそうです。さっき見たら残り10冊とかなってて、ああ切れちゃうなーって。出版社の人ちょっとしかアマゾンに送ってくんねえのかなーって、全くなーって、俺のこと舐めてんのかなって思ったんですけど、パヨで有名なジュンク堂、まあ店員がね、店員がパヨで有名なジュンク堂には在庫あるそうであります。和歌山県民さんからのご連絡、地元の雰囲気は二階三男より世耕さん、知名度もあるし二階に反感持ってる人も多いだそうであります。中国利権を引き継ぐ予定の二階三男よりは、世耕さんの方が好ましいですかね。私としては本間奈々さんを応援したいんですけども、和歌山のその選挙区に乗り込むって言ってました。石破総理の非公認、比例復活不可の処分に自民党内から不満噴出。旧安倍派ベテラン、処罰の蒸し返しは職権乱用だ。まあ、総裁というの権利、ですか、代表っていうのの権利の乱用だ。派閥が壊れ、党が壊れていく過程にある。当選4回議員、一時草入りの原則に反する。これ一回決めた判決は、一回裁いた罪は二度と裁かないっていうことですかね。露骨な安倍派潰しだ。他にもですね、全員検察の取り調べで不起訴になっている。これでは法治国家ではなく人治国家だ。これは独裁者が何でも決めちゃう国を人治国家って言うんですけど、こんなひどい仕打ちと泣き叫んだ平沢克恵さん79歳。決定プロセスは理解に苦しむと。山田博史参議、不起訴になった議員を岸田政権が決定した処分に新総裁の一存で屋上屋の処分を課すので不当だ、不当だって言ってますね。屋上屋ってペントハウスのことですね。まあ、処分の上に処分を重ねたっていうこと。一時不再入りの原則に反し、普通の組織であればありえない、党としては決着済みの事案であると激しく非難しておりました。世論です。石破執行部が共産国と同じ性的粛清の手法を使っているのです。ちゃぶ台返しの処分に反発は当然のこと。共産主義国の粛清みたいですね。自分の80万円不記載は事務的ミスで済ましてるのにね。必ず仕返しされそう。石破の根性なしには呆れた。岸田の操り人形の石破は哀れよのーと。だいぶ憎まれてますね。選挙後の仕返し、逆襲、石破おろしが楽しみだな。不起訴になって党内処分も済んでるものを蒸し返して再処分、したらそりゃ怒るでしょ。あとね、岸田が下した処分に不服だってことだからね。刑務所から出所した途端にですね、肩つかまれてるよ、あと1年追加だって言われたら発狂しますよね。君主論でも罰は小出しにすんなと、まとめて一度にやれ、って書いてあるのにね、全員不起訴になったんだから処分しないってマスゴミに気にしてですね、これが言えなかったんでしょうね、これね。石破総理、総裁になったんだから総裁選で言ったことを全て実現すると、それは民主主義政党のやることではない。そして党内融和を優先するつもりはない。党内融和よりも国民の共感を得ることが大事だと。つまり総裁選で言ったことは全てやる気はないし、党内融和よりもマスゴミの作り上げた世論を気にすると、こんなこと言ってますね。世論です。総裁選の公約を全部やるのは民主主義ではないって全然意味がわからない。総裁選で言ったことは共感を得るためのものではなかったの、意味わかんない。公約はできるものだけをやるというなら、それはすでに公約ではないのでは。つまり世話になった議員を裏切ると。党内まとめられない人が国民まとめられるはずないのでは。国民の反感しか買ってない気がするんですが、総理になってから引きつった笑顔になってるよ。
総裁選で言ったことを信じて投票した人を裏切るってことね。共同通信、夫婦別姓や同性婚でトーンダウンって言われて右往左往してですね、公約すべてやるのは民主主義ではないって言ったんでしょうね。全然意味わかんないけど、石破を踊らせるのはたやすいっすね、マスゴミさんね。公約すべてやるのは民主主義ではないって意味が全然わからないんですけど、公約守るのが民主主義なんじゃないの。選挙前に、選挙中に約束したことを実現したら、ああ立派だなという、次も入れようという信用厚くなってくんじゃないのこれ。それとも公約は言うだけ言って実現しなくていいもんだって考えてるのかね。世界平和みたいな実現不可能なね、スローガンと公約間違ってない？それともいつもそうやって逃げてきたの？党内融和は分からない。公認取り消しと比例復活不可で狙い撃ちされた旧安倍派とその他の反発反感が に言い訳してるんでしょうね。反感反発されてもですね、マスゴミが作った世論を気にするって言ってますけど、自民党議員さんはこれでええんですか？言えば言うほど反発買います、買ってるよね、これ。それに処分したからって、マスゴミは多少褒めてくれるだろうけど、国民の許可は得られないんでは。マスゴミと処分を褒める連中はですね、絶対と自民党に投票しないそうだし、ね、パヨだ、いわゆる。共に責任を果たしていくとして、総理、幹事長、政調会長、総務会長の4名が比例復活を返上。選挙区でもう起こったらもうそれで終わりと、復活なしと。増税メガネ、俺も、これに乗りました。比例復活を返上しました。こいつら間違って落選したらおもろいのにね。世論です。余裕かましやがって。政党支持率がここまで落ちたのはお前のせいだぞ。そうなんだよね、岸田、不人気。じり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 下がってってさ、バカ息子が地盤引き継げないようにとどめさして、こんなんで責任取りました、ずらすんなよ、裏金の責任取って引退しろ、岸田が落選しますように、ストレートだな、比例復活は新人だけにしとけよ、比例とか行くそせずやめろ、ちなみに立憲は野田代表も小川幹事長も重複立候補してるんだよね、重複って4倍と重複って4倍ありますね、まあ、どっちでも意味通りますけども、試験です。自民党衆議院議員は258名、うち比例単独当選が15名、比例復活が59名、重複立候補ですか、重複立候補ですか、結構な数いますね。この人も落選してたの、比例で復活なのって思ったのがですね、甘利明元幹事長、義家博之元文科副大臣、桜田義孝元デジタル大臣、石原博隆元環境大臣、石原慎太郎さんの息子ですね、兄貴の信輝も落選して、こっちの方は比例復活できないほど票取れなかったんですよ、生き恥かきました。平井卓也元デジタル大臣も落選していた、後藤田正純元副内閣府大臣も落選していた、役職について箔つけても落選しちゃうんだ、だっせーなー。桜田ってあれですよね、デジタル大臣なのに USB って何ですかって書いて言っちゃった人ですよね。たったの一言で落ちぶれましたよ、これ。明日のことはわからない、政治の世界とは言いますけれども、石破も党三役も岸田もまさか落ちまいって余裕かましてですね、責任取りますってムーブかましてるんだろうけど、責任取るなら引退せえよ、こんなんで責任取りましたずらすんなよな。石破がぶち上げた公約の2030年までに最低賃金1500円について、毎年 8% の経済成長を実現しないと1500円に到達しないけど、疑問の声が上がっておりました。世論です。雇用が減るだけだな。ダメなところは廃業するしかない。ギリ利益出せてる無能を雇えなくなるね。中小企業のことなんか何も考えてくれねえもんな。中小や零細なくなったらお前らの雇用先もなくなるし、依頼先もなくなるぞ。中小企業がなくなり、寡占が進むほど無能の行き場がなくなるな。時給上げても物価がそれ以上に上がるだろう。必要物資の物価も一緒に上がるから、生活は別に楽にならないと。経済成長毎年 2%、 これはいいと思いますよ。この目標はね、2030年に1500円、金額書いちゃうのはどうなんでしょうね。金額書いちゃうのは良くないと思うよ、これ。それとね、東京都と沖縄県じゃ最低賃金は大違いなんですけど、そのばらつきはどうするんでしょうね。
全国平均で1500円達成ってことなんですかね。だったら東京は1800円とか2000円になってるはずなんですけれども、あと5年と2ヶ月でできるんだろうか。無理じゃねえのこれ。これ石破が思いつきで言っただけだよね。自民党の公約にはなってないよね。これ無理だって、みんな言うよね。消えそうで誰も気にしていない社民党さん、企業の内部留保の 4% を徴収、驚愕の公約を発表してしまいました。それただの法人税増税だし二重課税じゃないのかな。世論です。内部留保とは現金とは限らんし、赤字企業からも徴収する恐ろしいことになる。野生の内部留保バカが現れた。これで中小企業の味方面するのすごいよな。中小を片っ端から潰して回る気か。法人税支払い後の金から二重に取るのかよ。イオンとか自社で店舗持ってる企業が潰れるけどいいのか。まあ、自分の持ってる店舗、建物とか土地で原価制し原価償却してないやつには課税されちゃうもんね。この建物の価値は今いくらだから何パーセント払えてね。商品の在庫も内部留保なんだがそれにも課税すんの。社民の支持者しか騙せそうにないから議席は増えませんね。これ安心しました。内部留保バカという言葉があるのは知らんかった。今日の単身です。代表選に敗れた自分の選挙も弱い枝野幸男さん、牛丼食って庶民アピール開始。卵かけ朝食はコスパが良くしばしば利用しています。いやそういうのいいからさ。前回衆院選結果、枝野幸男13,615票、牧原秀樹107,532票、その差6000票たったの。牧原議員石破内閣で法務大臣になっちゃって箔ついたし、共産党に立候補されたら左翼票割れるしで気が気じゃないですね枝野幸男。まあ比例で復活するんだろうけど、海江田万里パターンでですね、元党代表が落選の生き恥を見れるんでしょうか。埼玉5区は注目ですね。日本企業の中国撤退が止まらない。日本製鉄、中国での生産量を7割減らすと、3分の1にしちゃう。日産、江蘇州工場閉鎖、富士倉ワイヤーハーネス生産拠点閉鎖、ブリヂストントラックバス用タイヤ生産停止、ホンダ広東州と江蘇州の工場閉鎖、三菱自動車撤退、ミノルタ江蘇州工場閉鎖、モスバーガー6店舗全部撤退、ヤクルト800人をリストラ、伊勢丹デパート3店舗を閉鎖と。まあ子供狙うような国にいられませんからな。2010年から2015年頃ね、バスに乗り遅れるなーなんか言って中国進出を煽った日経新聞以下マスゴミは一切、責任取らないと。まあマスゴミに騙される情弱経営者が悪いんですよね。中国に生かされてる社員が気の毒でなりませんよ。身の危険感じながらさ。というわけでAmazon レビュー書いてください。アマゾンから買った人。まだ一個もなくて寂しいんです。よろしくお願いします。デトックスジャパン。